待って待って、どういうこと、どういうこと、お前一番分かってないもんな。そうです、何にも知らないんだから。そうそうそう、何にも知らず、まあ、急に朝富士山行くよって言われ、リキー君とね、あのケイさんに会いたいってずっと喋ってたら会いちゃった、これ。会いちゃった、伏線だったの。いきますか、いくよ、はい、いくよ、最初はグー、最初はグーね、いくよ、はい、いや最初はグー、じゃんけんぽい、もう一回いこうか、最初はグー、じゃんけんぽい、はい、いこうでしょ、うわーい、勝ちたかった、よっしゃ、俺も勝ちたかったんだよね、おごりたかったんだよね、俺もしか、そっか最初はグー、じゃんけんぽい、うわー、勝ちたかった、マジ超勝ちたかったわ、マジで悔しいわ。このメンズ揃って俺？そうだよ、ジュンさんだよ。おはようございます。おはようございます。いただきます。おはようございます。ついてこい。じゃあ行こうぜ。ね、ケイさん超お腹空いちゃってるし。もう腹減ったんで。ね。早く握り飯食おう。握り飯でいいんだ。うん、握り飯食おう。握り飯とウインナー。ね、フォークビッグで食べよう、優しいわ、バオバブの木って言われてたからな、俺は。でっけえな、おい、バオバブの木ものすごいんだから。ケシチューブ、スケキヨとダブルパパ、スケキヨじゃねえんだな、マッキー、マッキー、いや、リッキーなんだな。マッキー、今日ここ何パーキングでしたっけ。清水ね、サービスエリア、清水サービスエリアだね。いや、先輩が今日持ってくれるってことなんで、ね、一番いいとこ行きましょうよ。ってか、すごくない、ここ結構大きいっすね。車ある、ほんとだ、新年一発目のね。ね、持ってるってことで、持ってる、そういう解釈で合ってます、合ってる、めちゃくちゃ持ってますよ、ジュニアさん。ケイさんも来たの、何、うわ、うまそう、すごい、いや、センスいいっすね、やっぱりこういうところで。はい、物言うんでね、超うまそう、カレースープ、うん、誰がや、誰がや。なんかちょっとな、この関東のこのあれに、はいはい、ちょっとちゃうねんな、ちょっと違うけど、なんかこの関西弁バリバリで行くのちょっとなんか違う。いい、最高、最高ですよ、はい。シングルパパと、まあ、小さいけどシングルパパか、新年早々ね、うん。だったら2人で行きたかったなと思ったけど。なるほど、いるんだ、リー君とリッキー君会えたからね。すげえな、何したん。カツカレーです。あ、いいね、いいね。なんか15分かかるって言われて、あ、長いね、はい、楽しいですね、ケイさん、楽しい、やばい、今回ちょっとこの企画ありがとうございます。やばいね、いや、こちらこそ、ほんまにありがとうございます、ね、リッキーね、ほんまに。こんな企画ないよ、マジで。やばいですよ。甘酒もこっちだったら。つけきよじゃん。ああ。石焼きビビンバです。わ、いいね。そうです。だいぶあれだね、焼いてんね。そうなんですよ、もう、うん。ガッチガチに焼いてる。焦げしかないぐらい焦げちゃった。さあ、僕が頼んでたやつが出来上がった。おー、すげえ、ありがとうございます。これですね、お願いします。めちゃめちゃすごいっすね、この豚汁。うん、じゃあ、いただきます。いただきます。食えねえよ。スケキヨ、突っ込めよ、横にいるんやから。お腹減ってたよ。食べれないよ、これ。お姉さんの声でかすぎて響いた。ちょっと響いちゃったよ、もう本当に。公共の場でね。すみません。だいたい発作出ちゃうんでね。いいですか？いいよ、いいよ、いいよ。食べて。醤油かけてね。醤油かけてね、うん、わさびだけとか食べたらあかんで。わさびだけとかだけ取って食べたらあかんからな。それはあかんよ。そのわさびだけ取って食べたらあかんで。ね、そういう俺ね、お行儀悪いことやっちゃいけないな。あかん。な、味噌汁で流し込んで、味噌汁味噌汁、ほら味噌汁いって、ほら味噌汁いって。俺こういうキャラだったっけ。いや味噌汁いこう、味噌汁いこう。ケシチューブ、はい、しょうもなかった。いただきますケイさんもいいね、うまそうっすね、マジ本当に、うん、カレーラーメン、ね、カレーラーメン、ほんまにカレーラーメンやからね、これ、うんうん、どうぞ、いただきます。はい、わさびだいぶケイさん、ほんとうわ、バラの味する。マジすんの？バラの味する。マジ？ね。美味しくいただきます。そうだね、そうだよね。美味しくいただいてます。皆さん、そうだよね。はい。普通にいただきます。そうだね、そうだ。いただきます。違うわ。はい、かけてください。カレー屋さんが違うのかもしれないね。え？マジ？リッキーね、リッキー純粋だから、本当に。でしょ？
そうなの。可愛くてしょうがない。ね。可愛くてしょうがない。本当なんだよ。これ何の味スーパーだけ教えてくれる？これ。うん。手これ食べて何の味スーパーだけ。バラの味ですね。いや似てんなおい持ってんな二人とも。バラなんだ。ガードマンさんだけ。はいはいはい。ガードマンさん頼むよね。せっかくなんでね。うん。どんな味がするんだろう。どんな味するんだろう。うわ美味しそうやな。何の味するんやろ。それ味だけ教えて。うん。だけ。ご飯もね、うん、もどう、うん、何の味します、うん、何の味します、ハチミツの味がします、バラだろ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 さあ、お手本2回もあんのにさそうだよ、お手本2回やってみてんだからさ美味しくいただきますいいですかね、すいません、ジュニアさんがね、ごちってもらってるんで、はい、バランスがおかしいね、これ量の、ね、まあこの後だからちょっと、そうですね、御殿場方面向かいたいなって思ってるんで、せっかく無言で連れてきちゃってるんで一緒にちょっと走ってもらえるとありがたいな一言多いねこいつ危ないからマジで本当にこいつ一番危ねえんだよな嫌いでしょ、行列だからマジで。いやいやあのね、実はね、うん、向こう戻ると、うん、まさきよくんのヘルメット隠してあります。バリアチ。はいはい。バリアチ。はいはい。隠してあります。ね、はい。パッと隠してあるんで、はい、それをバーって行くときにヘルメットない表情、どんな表情するのか、はい、ちょっと見てみたいですね。やることエグいエグいんだよねこれ本当に。山山だよね、めっちゃ山、見渡す限り山、はい、どうこの山加減、寒いの、うん、まあいい格好してるもんな一番いい格好してるよ、寒い格好っていうのよ、うん、俺もあるからちゃんと全部、俺のヘルメットない、嘘でしょ、えいや嘘でしょ、嘘でしょ、いやどっかに落っことしたんじゃないの、いや絶対嘘、絶対嘘、いやいやここに俺ポッと置いてよ、えなわけないでしょ、だって俺のもあるよ、えあるある、みんなある、ほんでマサキオのだけないの、え新パパいい加減にしてよ、新パパのせいになってる、え俺じゃないし、ほんとないよ、えほんとないですか、俺こう置いてあるね、置いてた、置いてた、俺だからジュニアさんの向こうとかに置いてるとかない、えジュニアさんの向こうないね、いやちょっと待って、リアルにないじゃん、え、ほんと、うん、え、マジでない、おい何やってんの、お俺のヘルメットちょっと熱くなっちゃった焦った、買ったばっかあ、めんどいや、ないこの目にあるのよあるのよ、よかったじゃん、あ、これか、焦った、いや、危なかったね、危なかったね、何の俺のだけ誰も笑ってないけど、リアルにどうしたとか、いや、よかった、よかった、皆さん、ヘルメット気をつけてね、気をつけてね、持って入ってた方がいいかもしれないなくなっちゃうことあるんで、本当だね、気を結構ドキドキしてたんだよ、結構ドキドキしてた、リアルだったもんね、シチュー、さあこの後の、うん、あれは、うん、向こうに走行だね、そうです ね、はい、みんなで走りに行こうか、はい、ね、行きます、はい、じゃあ行こうか、はい、あ、ちょっと待って、あれ